川崎フロンターレ3-2名古屋グランパス J1 第12節、治安電生命 J1 リーグ第12節の川崎フロンターレ名古屋グランパス戦が4日に行われ、ホームの先 F が3-2で勝利を収めた。今シーズンの J リーグダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴1ヶ月無料を見、実施中、4月29日に前倒しで開催された第22節の見、に続いて、 首位チームと二位チームによる異例、直接対決に連戦。川崎 F が前回と同じスタメンを託したのに対し、名古屋は4人を入れ替えてエリン。だ。5日前の試合では、序盤から失点を重ねたな。やだが、今回は、良い形で試合に入ることにせい、し、川崎会ゴールに迫るチャンスも作り出す。だ。それでも、前半31分に先手を取ったのは、 川崎海左 CK、ラタナカ緑の上げたクロスにファーポストでエジエウが合わせ、叩きつけるヘディングで、塔を揺らした。前半を1点リードで折り返し、川崎 F は後半立ち上がりにも、追加点。左サイド、ボールを受けなるせ俊平を背負った、三オ薫が、点から一気に振り切って縦へ突破し、鋭いく、巣を。 ゴール前へ送り込んだところに逆イから上がっていた山根白井が飛び込んでだ。レクトで合わせた。さらに名古屋は59分、あまりも痛いミスで、致命的な3点目をプレゼントし、しまう。最終ラインで、三間からのプレスを受けた、丸山雄一が、GK ランゲラックへのバックパス、返そうとしたが、前へ出ていた、ランゲラック、横を抜けたボールがそのままゴールに点が、込んで、 オーンゴールとなった。2試合連続の台が色濃くなった。名古屋だが、今回はここから劇に転じる。73分には、右サイドに抜け出した森。竜也が中央へ折り返したマイナスのボール。稲垣幸がダイレクトで合わせて1点を返した。柿は、自身の J1 通算200試合出場を祝うゴールとなった。さらに83分。相手エリア右側で FK を獲得した名矢は、 マテウスが難しい角度から直接ゴール狙う GK の頭上を超えたボールが左ポスト内側叩く絶妙なコースに収まり1点差にまで詰めることに成功した川崎 F にとっては最後までの抜けない予想外の展開となったがそれで3-2のまま逃げ切りに成功最大のライバル2に2勝ちを飾った川崎 F が今季無敗を守り 名古屋と、勝ち点差を9ポイントに広げている。得点者、31分1、ェ j j u 川崎海50分2、マ山根白井、川崎海59分3、レイオーンゴール、川崎海73分3、1長木幸、名古屋1 3分3、2マテウス、名古屋、両。